皆様大変お待たせいたしました。ハイテック、ハイテックマルチプレックスジャパン、ハイテックマルチプレックスジャパンの、平井と申します。本日はですね、ネオフェスタ会場にお集まりいただきましてどうもありがとうございます。本日、ナイングル社製の、ソロマックス180というですね、3D ヘリコプターのデモフライトを予定しております。今準備をしておりますので、準備が整い次第ですね、フライトの方、デモさせていただきますのでしばらくお待ちいただけるようにお願いいたします。これからですね、デモフライトを行います、ソロプロ 183D ですね、ちょっと上がってますね。ソロプロ 183D はですね、ナインイーグルよりですね登場いたしました、ヘリコプターでございます。これまでのですね固定ピッチのヘリと違いましてですね、可変ピッチを採用しております。これ可変ピッチヘリというのはですね、本格的な大型ヘリコプターと同じようなものなんですね。はい、それではですね準備が整いましたので、まずフライトをスタートさせていただきます。はい、ゆっくりとですねホバリングに入りました。これは見てお分かりのように電動ヘリコプターになっておりますので音が非常に静かです。サイズもですね小さいですので、教室程度の広さがあればねこうやって飛ばすことができると思います。今ゆっくりと旋回をしております。非常に安定がいいのがお分かりいただけるかと思います。そしてフリップから背面飛行ですね。小さいヘリなんですけど本格的な 3D ヘリと同じ機構を採用してますので、このように背面ヘリコプターでね背面って言うと本当に不思議な感じですけども、先ほど言った可変ピッチでローターのピッチを反対向きにひねることによって上側に風が出てます。上側に風が出ることによって背面飛行が可能になります。はい、ただいまですね、フライトをお願いしております。三木田選手、電吉ワークス所属の三木田選手でございます。三木田選手はこの、ソロプロ 183D を以前から飛ばしていただいておりまして、大変良い評価をいただいております。YouTube でですね、こういうフライト動画も、アップされておりますのでご覧になったお客さんも、いっぱいいらっしゃるんじゃないかと思います。はい、今激しくですねフリップから背面そしてフリップ背面、本当に、重力がですねどっちに働いているのかちょっともう分かんなくなるぐらい、自由自在に空間を動くことができます。以前はですね、グローのパワーのあるヘリじゃないとできなかったようなフライトがですね、電動のこのサイズのヘリで自由自在に行うことができます。このソロプロ 183D はですね、価格フルセットで35,700円、すでにですね発売している市販のヘリコプターです。木屋さんの店頭に並んでいるヘリコプターで、特別なものではありません。市販品を今日飛行しているものもですね、このイベント用に特別に作ったものでなくですね箱から出した、まあ、いわゆる箱出しのヘリコプターでそのままこのような飛行が楽しめます。ヘリコプターの方は完成済みで、箱に入っておりますので箱から出して、バッテリーを充電して調整をするだけでこのような飛行がですね行うことになりますね。はい、グリップから背面地面ギリギリの背面飛行お見事ですね。さすがです。これ本当に非常に難しい三田選手ならではの技術になります。高いところを飛ばすのは比較的、楽なんですけど地面に近いところはやはり難易度が高くなりますね。地面に近ければ近いほど、地面からのですね、乱流の、影響を受けたり、まあ、墜落のリスクが増えますので地面ギリギリに飛ばすこのような演技は非常に難しい演技になります。はい、現在ご覧いただいておりますソロマックス 3D、価格はフルセットで28,560円になっております。バッテリーや充電器が付属して、全てのフルセットですね完成済みですので35,700円、ごめんなさい大変失礼しました。価格がですねちょっと読み違っておりました。183ですので35,700円